田んぼの出入り口3メーター作ってるので、作業機の出入りは楽々です。こんな風で2プロのスピードカルチ速攻ですね。作業幅は多分 1.7 だと思います。今回は17センチでちょっと作業して行ってみようと思います。17センチはトップリンクの長さは67センチ。こっからここですね、67センチ合わせてます。それで合わせているとここがちょうどこんな風に水平に合うはずです。そしたら作業していきます。ちょっと深さとかの確認をしてみたいと思います。今17センチに合わせてますけど、実際のところどれくらいなってんのかな。ここですね、ここまでの深さが、12、3センチってとこですかね。メモリは17センチに合わせてるんですけど、それほど深くありません。ここら辺がスピードカルチで削った底ですけど、やっぱり12、3センチってとこですかね。17センチに合わせてますけど、実際のとこは12、3センチぐらいを耕しているみたいです。水路沿いは鉄板を敷いてあって、重機が結構移動したりしてましたので、エンジン音を聞くと負荷がかかっているのがよくわかります。
水路から離れた方は掘った泥を置いてあったぐらいだったので、あまり土が固まってません。トラクターの負荷がかかっていないのが音でわかります。結構鉄板とか重機が乗って地面が締め固められているので、ギアは定位にしてます。定位にしてこれはもう最高にしてますけど、スピードは6キロも出していません。だいたい 4.5 から4.9 キロぐらいの間でした。回転は2000回転ぐらいまでしてます。それと、作業するとき一つ飛ばしで行ってますので、前回行ったところ、ここか、前回行ったこの線、この線に、何かウインカーか、ウインカーのこの線ぐらいが隣の耕した線に行くように合わせて走っていけば、だいたい間が 1.5 ぐらいになりますので、自分の目安としてはそこで走っています。一番最初に外周を耕していた方が爪の刺さりがいいです。そしたら作業していきます。作業中は、ここですね、ここか、ここがこういう感じになるように作業を進めてます。すると間がだいたい 1.5 メーター程度空きます。これだと一つ飛ばしにだいたいなります。これは人それぞれだと思います。ロータリーみたいに続けていけばパワクロなので土を寄せてしまいますので、こういうやり方でやってます。こっちの方は先ほど終わらせてしまいました。スピードカルチをかけたところ、やっぱり重機が乗ったところは土が締まっていて結構力を取られました。でこっちの方は水路の掘削した泥を置いてただけだったので、閉まってなかったので意外とトラクターに負荷はかかりませんでした。そしてここまで来たので後ろを上げます。後ろを上げてこの列に入ります。1枚目終了です。まあいい感じかな。土も結構乾いてたんで、ここら辺の圃場は粘土質です。
やっぱり17センチまでも耕せてはいませんね。12、3センチってどこかな、やっぱり。それでは次の圃場に行きます。次は道の反対側です。